どうもこんばんは。2020年1月27日、21時31分でございます。今日はちょっと朝から悲しいニュースが飛び込んでまいりました。元ロサンゼルスレイカーズのコービー・ブライアント選手がヘリコプターの墜落事故で、亡くなってしまったということですね。まず事故の概要から、こちら NHK ニュースウェブでございます。現地時間の26日、午前10時ごろ、ロサンゼルス近郊のカラバサスで、コービー・ブライアント選手含め、乗員乗客9名を乗せたヘリコプターが墜落してしまいました。で、9名、全員が死亡してしまったということです。はい。で、私のようなこう NBA ですとかバスケットのファンであれば、誰もが知るようなスーパースターですし、バスケットファンではなくとも名前ぐらいは聞いたことがあると思う、スーパースターですね、本当に。で、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、コービー・ブライアント選手のウィキペディア情報です。コービー・ブライアント、1978年8月23日生まれの41歳で、26日にお亡くなりになられましたと。で、アメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアのご出身で、ロアメリオン高校から1996年にドラフト13位でロサンゼルスレイカーズに入団いたしましたと。で、1996年から2016年までの20年、もうレイカーズ一筋で活躍されたスーパースターです。5度の NBA チャンピオン、2000年、2001年、2002年の3連覇、2009年、2010年の2連覇です。シーズン MVP も一度2008年に、取得しております。で、 NBA ファイナル、MVP も2009年と2010年の2回取得、得点王にも2回輝いておりまして、2006年と2007年、それぞれの1試合平均得点が 35.4 得点と、31.6 得点という、素晴らしいスタッツを残して、亡くなってしまった、スーパースターでございます。はい。で、昨晩はですね、私もかれこれ20年ぐらいバスケットをやっておりましてですね、で、今も現役でやっているんですけど、チームの新年会が昨日の夜、ありましてですね、ちょっと夜遅くまで、かなり、お酒を飲みましてですね、で、フラフラで帰ってきて、寝て起きたら、友人からの LINE メッセージで、この事故を知ってですね、で、基本的に月曜日は割と二日酔いのことが多くてですね、あまり仕事をこうハードに詰め込まないようにしているんですけども、今日はたまたま朝から予定がみっちり詰まっておりましてですね、もう本当二日酔いとこのショックで、フラフラとしながらですね仕事に行って、ただもう正直全然仕事も手につかなくてですね、移動時間とかですね、昔の映像を見ながらですね、ぼーっとこう、ゾンビのように一日を過ごした次第ですね。
まあ、先ほど帰宅しまして、今動画を撮っているというところですね。はい、で、まあ、とにかくもう大ファンですでしたし、今もそうなんですけども、まあとても悲しい、まあ、残念であるという、一言に尽きると思いますね。はい、で、まあ、私は、まあ、あまりこう一人で、まあ、お酒を飲むことは少ないんですが、まあ、今日ばかりはですね、ちょっとこう、まあ、二日酔いのダメージも冷めてないんですが、まあ、ちょっと今日だけは彼の、まあ、映像を見ながら、ちょっと飲みたいなと思います。まあ、人生何があるか分かりません。本当にもう何と言いますか、スーパースターの、そうですね、まあ、とにかくもう本当に安らかにお眠りくださいとしか言いようがありません。はい、本当に、ありがとうございました。お疲れ様でした。以上でございます。